ナイトキッズの中里だ。そっちの名前は藤原拓海。覚えとくぞ、その名前。早速始めるとするか。俺の R についてこれるか。あんなオーバーアクションなカニ走りでこの俺についてこられるわけがねえぜ。こうして近くで見ているとまるで芸術だな。ほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト、感動的だ。これだ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。とことん突っ走るぜ。どこまでついてこられる。86が抜きに行くぞ。抜きに行くったってあんだけインを締められてちゃう。どうやって何外からだと。舐めてんじゃねえぞ。外から行かすかよ。無理にインに突こうとするから不自然なラインになって突っ込みが甘くなるんだ。よし、インには来ねえな。